今日のテーマは？今日のテーマはちぎり合い。今日のテーマは、もうエボで淡市。気持ちよく淡市。で、予定してるコース全部回る。マジ？裏テーマはちなみにあるんですか？裏テーマは5時までにここに戻ってくる。ちなみに今どれぐらい押してるんでしたっけ？1時間押し。今日はよろしくお願いします。お願いします。一応メンバー紹介します。ケンタ、キャノンデール、キャノンデール、まあカズさん同じですけど、はい、さん知らない人もいると思うんで、はい、キャノンデールのなるみです。よろしくお願いします。オンの人、土の人、はい、後ろ向いてください。はい、はい、はい、鶴ちゃんは、あ、どうかな、あ、ちょっと読み込めないっすね。ちょっとこれでぜひ、ケンタさんの視聴者の方、ぜひ、チャンネル登録をお願いします。鶴ちゃんです。よろしくお願いします。鶴と申します。頑張ります。頑張ります。そして、かなさん。はい、かなです。お願いします。インスタグラムの中の人がついに、動いた姿は初めてかもしれないですけど、これは本望初公開。山が大好きな方ですね。はい、山が好きです、はい、お願いします、そしてこちら我らが、はい、我らが今日は撮影ですから、メイン撮影ですから今走る格好してますけど、9割車かもしれない。もう喋りが上手です。上手ですね。完全に喋る側の辻圭さんです、はい、よろしくお願いします。もう、はい、皆さんそうそうたるメンツで、僕が早々にちぎれないように。本当それよ、本当それね。OK ということで行きましょう。はい、行きましょう。はい、今日私が乗るのはこちらスーパーシックスエボラブセブンティーワン。みんなスーパーシックスエボで行くっていうですね、キャノンデールの楽しい楽しいライブイベントになります。いや、これね、今日本当に巻かないと巻かないから帰れない。そうね、俺もちょっと今日帰んなきゃ、明日そう、みんな帰んなきゃダメなんで、行かなきゃいけないんです。OK、 そんなに、あ、ヘルメットかぶってないよ。あ、そうだわ。休憩ですか？早い。休憩。ああ、なんだもう。言ってくださいよ。休んだ方がいいでしょ。休憩だと思う。今日はずっとこんな感じですか？これが最後。これが最後。はい。よっしゃ、じゃあ行きますよ。はい。頑張ってよ。さよなら、最後の休憩。ノーストップアワイチ、イエーイ。早いですね。あ、でもしっかり法定速度を守ってる。これがキャノンデールですよ、皆さん。ランチスポットがあの辺にありますんで、あそこまでがっつり頑張っていきます。前にめっちゃおしゃれなジャージがあるのに全部持ってかれる、これが。みんなね、おしゃれ、みんなラファとかさ、キャノンデールもなんかみんなおしゃれなのに全部この鈴なり妖怪。しかもちょっとサイズがでかいかも。そうそうなの。そうなのよ。速いね、このバイクは。速いわ。すげえ速いわ。今回の淡路島一周は約160ちょっと。いつもの淡路島と違って山好きが何人かいらっしゃるんで、山の方に寄り道して一周するって言った。いつもとは違う淡路島一周、淡路ですね。すごい、めっちゃすごいわ。全然踏んでないのにさ、40とか出てる。ちょっと俺強くなっちゃったのかなみたいな。まるで追い風。まるで追い風。まるで追い風。これが本当の機材ドーピングってやつか。こういうことね。お願いできますか、それ。今日ずっとそれでちょっとグーグルカーみたいな、なんかどうですか調子は。最高です、もう絶好調。いい、絶好調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 いただきました。いや、いい速度出てるもんだって。20キロ台見たことない。うわ、クライム始まった。どんぐらい？500アップ。はい、インナー落とします。インナー、はい、インナーいただきます。インナー、インナー、伊藤さんどこ。伊藤さんには連絡済みです。あ、どうっす。おかしいな。あ、はい、継続した。あれ、継続した。え、
あれ、あ、最後のチケット売り切れ。軽くなった。なんで？やばい、左やばい。回ってる回ってる。回ってる回ってる。回ってる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 。いいケイデンスです。ちょっと休めるかなと思ったけど、かなわず、休憩かなわず。さすが。ここからが1個目の登り。はーい。2キロ。2キロ。2キロ登りです。2キロ。おや。おや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 おやおや。おや。おやおやおや。え、なんで先頭に。おやおや。気づいたら先頭。たくましいな。このポジションまずった。ずっとおしゃべりしてるんですよ。楽しそうに。サイクリング。サイクリングですよね。うん、サイクリングや。キャッキャしてんだよ。だって今日初めて見たかなさんの笑顔。やはりこっちの人だったんだね。どうすか、すーちゃん。いや、これはね、淡路島は絶対1回は来た方がいいですね。1回来た方がいいよね。サイクリストは必ず。やばいよね、マストだよね。これはマストですね。そうなのよ。もう間もなく南、今南の方かな、大体。なかなかのペースですよ。すごい。早い早い早い。ゴリラやん。ゴリラやん。最高。本日の引きは終了です。ありがとうございました。本日はもう終了ですね。あれ登るの。あれ登るんすか。じゃああれですね。駐車場で会いましょう。この後はね。そうはさせてくれないのがキャノンデールと。絶対に逃げられないから今ね、挟まれてますから私も。ドゥ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 。始まりました。始まりましたね。12パー。12パー。12、3パー。おかしいあの人たち。売り切れです。本日もう完売ですね。ああ久しぶりに泊まった。確かに。全然汗かいてないっすね。はい、もうあの全然強度低いんで。あ、全然。登りありましたっけ。やっぱ基準が世界だとやっぱ違いますね。もう一度見てください。ちょっと車で降りかけます。あ、ここ止まったんですよ。前来た時ここでキャンプしました。ここで。ジュリさんいいですか、勝負仕掛けなくて。大丈夫ですか。まだまだまだ。今じゃない今じゃない今新しい参考になります。なぜか今ここまでで温存できてる。なぜかね、なぜかなんで僕のスーパーステックス足残ってないんですか。俺のあ、それかやっぱサイズ大事っすね。やばいね。ケンタ史上最速の合わせチーズで。パッドの心拍も70ぐらいですね。なわけない。149。おっ、嘘。うん。カズさんと一緒ぐらいや。180突破してるんですけど。180突破してる。加えるのすごい。え、すごい。大丈夫ですか。もう加えちゃダメ。もう加えちゃダメ。特に庭味。ここもいい。なんかホテルニューオータニ的な。ホテルニュー味。はい。あ、今日の宿。今日の宿。うわあ、こっからの夕日やばそうですね。誰でも歌えるホテルに。歌ってください。ホテルに。おお、本当だ。全然保管しちゃったよ。こっちだけで流れてる。めちゃくちゃいいね。残る。うおお。ホテルに。あ、すごい、これホテルの。これね。お、道の駅ふっくら。もしかしてランチ？違うみたいですね。はい。そんな甘い世界はなさそうですね。おお。ああ。
ジ納金、全員納金、やばすぎ。何ですかここ、めちゃめちゃ綺麗、渦巻き、めちゃくちゃ渦巻きテラス。じゃあランチですね。ランチやった。あと何キロですか。あと半分くらいです、ちょうど多分半分ぐらい、80くらい走ったから、うん。スタートしてもうちょいアップダウン区間があって、その後しばらく減った。なるほど、うん、でまた山の中入って、はいはい、焙煎所コーヒー飲んでカフェイン入れて、はい、もう一回山越えて、はい、平坦行って終わり。なるほど、東京でやりましょう。もうダメいやーみんな強い。納金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 そんなことない。オニオンビーフセット、オニオンビーフセット、はい、それぞれドリンク、ドリンク島クラフトコーラ、コーラで、はい。お、あれ玉ねぎウィッグ、あ、ほんとだ、カサシチュー。ここでエアロ効果が、ここでちょうど空力的にかなり玉ねぎケンタ、玉ねぎケンタでこれあえてカナさんとかにやらしたいんだよな。じゃあ皆さん、あ、インスタグラマーが、あー、コスプレイヤーだ。あ、なんかいるよね、こういう。いるね。でも玉ねぎのとこで撮らなくていいんですか。誰かわからない。だから。誰か。森は多めの人。玉ねぎ。誰や。誰か。誰や。誰か。あー、綺麗だ。橋の真下にある感じだもんね。で、そこを経由して、あなたにとって山とは、あなたにとってチャ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 みたいな音楽を流して、あー、なるほど、あなたにとって精神安定剤、精神安定剤そういう答えが来るとは思ってなかったうわ、箱がこれす、箱で200円ぐらいそうだな。これのおかげで今日ゆるポターンの要素が急に出てる、急に出てる、これだけでただのよかった修行ライトじゃなくなった、これで。おっしゃれ、何パー体力入れ、いやいやいや、これは80回マジ、わかんない、狂ってやがるぜ。どれくらいですか逆に。これで今の、え、80? ってことは2周できるってことだよね、多分ね、はい、ざっくりと、はい、今のペースで。そうですね、あたおかすごい、あらおしゃれ、うわあらおしゃれ、あら、ありがとうございます、いただきます。まずはクラフティングコーラいこうか。うん、そしてジョッキで欲しいね。あ、わかります、わかります、めっちゃうまい、これめっちゃ美味しいですね。淡路島玉ねぎが有名らしいじゃないですか、うん、いっぱいありますもんね、言うてありますね。言うてもさ、所詮玉ねぎやん。玉ねぎは玉ねぎですか。うん、すごいわこれ玉ねぎ苦手なんですよ。え、本当ですか。本当は、うん、でもね、淡路島の玉ねぎが食べれる、うん、美味しい、説得力ありますね、相当美味しいですよね。もう車に 乗ってもいいですか撮影するには。いや、本当にマジで取る余裕はないですね、マジで。ちょっとしまわったりなんなりすると気づいたら 100m ぐらいになるで。ねえ、このピクニックスタイル最高、やばいですね、本当に一生続いてほしいわ、うん、マジで。後半戦残り80km、頑張っちゃうぞ、はい。持ってくるよ、俺のハムしゃあ、いやーちょっとね、ミユさん早すぎてですね、バッテリー切れたんですよ。バッテリーがさ、切れちってさ、カメラもさ、俺もさいや、早かったっすね。早いよね。え、タブチン基準でも早いよね。いや、早い。そうだよね。いや、なんなら前半よりいいペースが。そうだよね。俺もレッドブル飲もっかな。翼授かんないとこれやってらんないっすわね。心、体、みなぎる。それでも気持ちは伝えたいんで、はい、事態は深刻です今回、キャノンデールからいやいやいや、ぜひこの一緒にアバイチしてスーパーシックスの魅力をみんなで体験しようと、動画を残してくれと。残せないんすよマジで本当早すぎてうわ、レッドブルうめぇ、たまんねー。決まりました、もう本当にいけますよ、もうちょっと危ないな、これ危ないな、ちょっと危ないな、これちょっと危ないな、もうこの感じだわ、気持ちいいな、最高だな。
唯一のいつもと違うルート、海沿いじゃなくて山に寄り道して、カズさんの友人に会いに行きます。全然翼書いてこないんですけど。入店も130キロ、めっちゃ走ってるよ。ってことはもう30キロぐらい、あと残り、はい、今までで一番嬉しいその一言。始まりました、6キロの登りです。あれ、かなさん、あなたにとって登りは何でしたっけ？精神安定剤。あれ、精神安定剤。深入りするのはやめとこうかな。だからしばらく平地ばっかりだったから、だいぶ病んでるはず。病んでますね、これは病んでるわ。僕はもう30分前ぐらいから病んでるけど、まあね、倒れてるバイクも助けましたし、助けるイメージはできてましたし、はい、はい、まあ、はい、なるキャッチボールができてない。仕方ないな、譲ってあげますよ、もう言ってください。問題発言ですよ。なんて、うわ綺麗、ほらいいとこだわ。ほうほう、うやっしょ。みんな来ました。辛かった。中川さんです、よろしくお願いします。はじめまして、ありがとうございます。とりあえずね、自転車とか並べるから。あ、カズさんのお友達のお家でめちゃくちゃうまいコーヒーを焙煎してる。まあまあうまいことかわかるけどね、とりあえずまあこだわってますよね、こだわりの焙煎。いや、そういうみたいなもんですわ。お邪魔しまーす。うわぁ、いい匂い。うわぁ、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 あららららら。だからまあ、もともと僕らの方、研究所みたいな。おすすめはね、エスプレッソやっぱり、エスプレッソがいいんですよ。で、飲める人はエスプレッソ飲んでほしいね。いや、そんな、初めて見る。そんな映像を撮ることのこっちゃないの。とりあえず、エスプレッソっていうのは一発落ちないんで、メッシュを整えるというか、今どれぐらいの状態なのかっていうのを一つ見ていきます。インスタグラム出してみたことない。とすごい、いいっすよね。今こうやって一つは入ったんですけど、これはねちょっと早いんですよ。早すぎなんで、お湯の温度か圧力か粉の引き方でこれを整えていくんですよね。台所やからね、こんなプライバシーの。そりゃそうですね。あ、これ普段使ってる台所。当然当然。そうなんだ。よし、ちょっと行こうか。ちょっと行くんで、エスプレッソね、エスプレッソ。はい、お願いします。行ってみよう。お願いします。うん、多分すごいのが出るから。めちゃくちゃいいよ。言っちゃうんですね。自分で言っちゃうんですよね。すごい、間違いない。できたて入って、どうぞどうぞ、皆さん入れた方がいい。砂糖一緒に飲みやすいよ。砂糖いっぱい入れるんです。入れた方がいい。入れるのがおすすめ。砂糖を、めっちゃいい匂い、やば。うわ、うまそう。で、沈まないでしょ。沈まない、うん、で、そのままもうこれで飲める。はい、どうぞ。いただきます。ありがとうございます。うわ、香りやばい。うん、本当にいい香り。いただきます。そんな熱くないし。お、エスプレッソ飲みしてる。ピッといってる。美味しい。やばい。え、やばい。美味しい。めちゃくちゃ美味しい。なんだろう、こんなに後味すっきりなエスプレッソ初めて飲みました。うん、そろそろ食べやら正解。最後ね、カラメルみたいにして食べてます。全然熱くね。で、軽く混ぜて。軽く混ぜて。そこに沈むぐらい。混ぜ切らずに、そのまんまこう。で、上積みしとくと、このまんまいって。あとはまあスイーツが残ります、下に。あ、本当だ、すごいすっきりしてる。うん、まっ決まる。いや、本当にうまい。いや、びっくりしたもん。言葉が決まってる。決まっちゃってるもん。いや、なんか本当すっきり、まさに、うんうん、スイーツだね。エスプレッソはスイーツや。エスプレッソはスイーツ。乾杯。うん、いや、いいね。
うまうまい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 、ほんとにうまい。今回の旅動画っていうか、まあアバイチで一番尺取ってるこのすごい一番やっとまともな動画がちゃんと撮れてる。ラムニックはバリウマなの、飲んだことないです。トニックはこれ満点バリ、満点バリ、そうですよね。ノート満点の今もだからダウンヒルシリーズの、今は JCF 購入のダウンヒルシリーズのメインで、それでカズさんとあちこち行ってたっていう、そうで今は割とまあ、あのダウンヒル系、はい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 、ダウンヒルシリーズの代表。これは2つ用意しました。これね、でこっからエスプレッソ入れて注ぐんで、ダブルのエスプレッソをうわトニックオーダー入れるんですよ。うわ、あ、全部入れんだ。うん、全部入れる、全部入れんだ、うん、もちろん。で、ストローで混ぜたら泡立ってくるから、うわー、その泡の口当たりをビールみたいに美味しいから開くのせ。うわ、あとね、うわこれはね、ちょっと来たい、忙しいですよね。そう、来たよね。めちゃくちゃうまい。ビール、ビールです。めちゃくちゃうまいビール。うまい。これ禁酒してても飲めるビール。これはいい。これはいい。ちょっと調子がついた。うわぁ。うまぁ。顔すんな。ビールですね。口当たりとかね。やばいやばい。本当だ。ビール、めっちゃ、ちょっとこれやばい。決まったな、これ決まった。決まった。決まりました、こっち。これ決まっちゃう。うちなんかお火が先日入ってるんで。これあの、土産に。え、そうなの？ちんとした土産に。あ、本当にこれ8個入ってるんで、うん、あ、うわー、うわー、やー、ありがとうございます。ありがとうございます。出たばっか、出たばっか、ありがとうございます。ごっついビジネス、これこれね、これはたまたま今日焙煎日だったから、ブラジルの飲んでもらったやつじゃないけど、普通にドリップして飲める豆の状態やけど、8個あるんで、待って帰ってください。うわー、わーわーわー、嬉しい、優しいわ。うわー、ありがとうございます。頑張ります。頑張ります。一番俺が頑張んなきゃいけない。すぐ左行きましょう。こんな淡い杖は見たことありません。淡い杖してるんだ。これ淡い杖です、皆さん。いいコースだな、綺麗。うわぁ、すごいな。これこっちでしたっけ。めちゃくちゃいい道。いいっすね、これ当たりだ。これ当たり、めっちゃいい道。うん、頂上が標高どれぐらいでしたっけ。400ぐらい、確か400ぐらい。長いなぁ。おいおいおい、どうなってんすか。ちょっとついてくるのやめようかな。健太くん一緒に行こう。そうしましょう。ねえ、早く行ったって行くことないから。行くことないから、そんな疲れるだけだから。もういいですよ。リボンの良さは十分分かった。十分分かったから。もういい、分かった分かった。はいはい、分かった分かった。はいはい、もういい。ああ、これ以上行く走りだ、嫌いになっちゃう。ほら、音楽最高や。終わったか。終わったかね。5時半に帰る予定でしたっけ、もともとは。5時半に帰る予定です。はい、順調です。はい、順調順調。よかった、それは。安倍70ぐらいで帰れるか。安倍70で帰れば全然。ああ、ちょうどっすね。ああ、むしろちょうど。おむすけですか。ダメだこりゃ、みんな壊れてしまった。水泳さん、普段は、はい、チャリ乗りながら撮るってことはそんなに。やりますよ、そんなばっかっすよ。まあそうですよね。ただ今回はカメラ持ってやってると死ぬなと思って、はい、このメンバーあかんなと思って気負ったわけですよ。なんで俺はそれを、はい、もっと早く教えてもらえたら。伊藤さん、カメラを置いときにしかっつって。それですわ。頑張れ健太、頑張れ健太、もうちょっと、もうちょっと、はい、やれ、はい、ほら、なんか、おー、危ない。もうちょっと、もうちょっと、あーしゃー、あー、さすがよかった。おお、はいはいはい、いいよ、はいはいはい、はいはいはい、いいよいいよいいよ、下りいいよ、ふぅー、はい、ほほー、おー、いいいいですよ、ほら、いいわ。どうやら、あとは下り。はい。やったー。やったー。優勝だー。やったー。うわー、いい。良き。うわー、すげー。これはいいわ。
わー、いい、いい、この田舎道大好きです。わーお、めっちゃいいね、すげえいい。もう足売り切れよ。元気だな。おいおいおい、どうなってんだこいつらは。嘘やろ。おい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 、狂ってる、狂ってるよ、やばいよ。帰ってきました。一人ぼっちになりました。みんな急に踏んじゃって僕置いてかれちゃいましたよ。でもいいんです、僕頑張りました。生きてるうちに今回の総まとめを言うと、まあエボの予算も十分分かったよと。で、淡い地はまあなんか多分良かったと思う。メンツはあたおかばっかですね。まあでも足つることなく、とりあえずトラブルなく帰れてよかった。残り 1.6 キロ、安全運転で帰ります。残り400。オーマイス、オーマイ、足がゴミのようだ。左足が痙攣を始めてます。誰がこんな駐車場にした。最後のデザート、ちょっとハードっすねこのデザートは。あと 200m ぐらい、いえ、あと 342m です。ケントさん釣ってます。足釣りました、来たい。イエーイ、さあ結果発表、はい、点本日は163キロ、阿部30か。狂ってるな、早い。 TSS254、 しっかり休みましょうですね。カロリーは心拍つながってないから3000近くはいってるでしょう。今日何食べても許されますね。いやでも皆さんのおかげで本当に最速のケンタ動画が撮れたと思う。気持ちよかった。いやでも本当このバイクじゃなかったら、まあ、もうプラス1時間かな。今頃コーヒー飲んでます、ね、あ、まだコーヒー飲んでる。そうね。あ、ありがとうございました。最高のライドでした。本当にありがとうございました。最高のバイクでした。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。したら、はい、お風呂行きましょう。